来年の目標がですね、5億ということで、さらに成長が求められる。 LINE は無料で通話やメールのやり取りが可能になるアプリです。2011年6月にサービスを開始し、若者を中心に利用者が拡大しました。230の国と地域でサービスを展開していて、海外の利用者が全体の8割を占めています。台湾、タイ、スペインなどに続き、インドやメキシコでも利用者が急増しています。